はい、時刻は午後2時を回りました。未来効果ステーション始まりまーす。Say hi でのストーリー抱いてあてもなくさ迷い続けた人間だニュー はい、皆さんこんにちは、始まりました未来効果ステーション。 MC は私下野紫苑でございます。お願いします。今日じゃない、今週あった出来事ですよね。未来効果、今週は7日に始業式がございました。7日、入学式と一緒ですね、はい、始業式で、新任の先生とかの紹介があって、で、何人いたけな、なんかいっぱいいました新任の先生がいっぱいいました。で、そのたくさんいる先生の中で CD 化に入ってきた新任の先生が一人だったかな、女の人、覚えてるのはそこだけ。あと前に抜けてった先生に似てる方が一人いらっしゃったってくらいですかね。うん、それくらいあと入学式の思い出しかない。入学式で人にじゃなくて、新入生にか、新入生にリボンをつける役を、役ではないけどやったんですけど、まあ、その時に、なんだろうな、まあ一年生おとなしいですね今年自分が入った時なんてねえ、機械化が暴れてた覚えがあるようなないようなまあね、そんなやんちゃ坊主たちも、まあ、おしとやかな方々も、もう3年生でございます。私ももう3年生になりました。早いですね、3年間。これから1年頑張っていこうかなと思ってます。はい。メールアドレス読みます。ごめんなさい。メールアドレス、761@fmkoza.jp。761@fmkoza.jp です。たくさんのメールお待ちしております。一瞬忘れててごめんなさい一瞬忘れててごめんなさい。で、なんだろう、そう、始業式の話に戻るんですけど、校長先生がなんだろう、怖かった一目見て一瞬で、あ、怖、え、へみたいな、ちょっといかついような先生でしたね。なんだろう、なんだろう、合わないとは言わない。ただ、ただ、怖い。どうだろう、もうこの一年やってきるよね、大丈夫だよね。ただ、本当に、うん、うん、怖かった。でも、なんだろう、でも面白い先生、面白そうな先生もいたり、あとは、なんだろうな、不思議な先生がいたな。あと、お茶目な先生が、機械科に確かいたかな？うん。もうねえ、4月でもうこの未来効果入って、3年目なのに、未だに、4月のこのドキドキ感には慣れないっていう。てか、全く慣れない。怖いわ。でも、ね、来週にはたくさんイベントが山積みでございます。なんだろう。クラス、前のクラスとあんま変わらないんですよね。未来効果の、ですね。1組2組はクラス替えがあって、3組が確かない、4、5がクラス替えあって、6と6、7、8がまたクラス替えがないっていう、だから3年間一緒なんですよ、うちは。
うち CD か8組は、1年生から3年生まで同じなんですけど、なんですけど、まあ変わらない顔ぶれだとしても、休み挟んだ後にね、人の顔見るって結構忘れてますねちょっとした間なのに、あれこいつ名前なんだっけじゃなくて、こいつ名前なんだっけは、まあ、若干あったようななかったようななんですけど、でもあれこの子いたよねみたいな顔すら若干危うい方々が何人かいらっしゃいまして、ちょっとまた覚え直したまた思い直しでございます。すごく気まずい、ただただ気まずい。まあもうね、本当になんだろう、ただただ本当に4月って何なんだろうもう4月って何なんだろう本当。ただまあ今年の1年生って感じやった。1年生はおとなしい子ばっかだね、本当に思うけど、本当におとなしい子ばっかり怖いくらいおとなしい子ばっかりだね。去年はだって去年の1年生とかはすごく、なんだろう、フレンドリーっていうか、なんていうか、なんだろう、こうすごくわちゃわちゃしてて楽しそうなクラスで、で自分たちが入った時はシーンっていう、おとなしいでもなく仲良しなわけでもなく、ただただシーンとしてるクラスでしたね。いやー、それが未だにまだシーンとしているクラスだから、まあ、これから3年生なんだしね、もっとはっちゃけなきゃっていうのはあるんですけど、ただこの未来校から3年生になると課題研究という名のね、ものがありまして、それをやんなきゃいけないんですよね。で時間割を見るじゃないですか水曜日の3時間だったかな、後半ずーっとかけん。いやー、早く仕上げなきゃ早く作品仕上げなきゃ、3時間もあるんだ。あとはまあ選択が ABC と増えたくらいですかね。あとはあんまり変わらない、変わらないはず。はぁ、行事ごとが一番心配だ今年。まあ、なんやかんやで一番心配されてるのは自分だと思いますけども。まあ、これからね、たくさん、ね、やんなきゃ、ね。たくさん、人を集めなきゃだし、演劇部も人いないから人集めなきゃだし、なんか、イベントごと多いし、今年。なんなんだろう。まあ、とりあえず頑張らなきゃいけないってことは分かりました今年3年生初っ端ですね、新学期入って初っ端、頑張らねばとまあいつも通りではないですけどね。ただもう新学期も始まり、新入生も入り、来週の月曜日からは普通に授業が始まるという、普通授業です。通常に授業を行うそうです。ちょっとくらい勉強したくないよなんて言ってたら、なんかちょっと大変なことになるんで、まあ勉強したくないも何もとりあえず一日は休みたい勉強せずに休みたい。ただまあね、早く授業進めて終わらせたいっていう人もいるかもですしね。10日、まあ、初っ端ですけどね、頑張って、授業を受けねば。7日は、普通に、始業式やって、入学式やってました。皆さんは、今年1年、どう過ごすんでしょうね。それでは、また、
中盤戦で。はい、中盤戦始まりました。まあ中盤戦でのこの音には皆さんも慣れたでしょうか。さあそれではまず元気にメールアドレスから行ってみましょう。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。たくさんのメールをお待ちしております。ツイキャスでもコメントをお待ちしております。はい。ですね。今日、外を歩いてくるときに、暑いなと感じてましたので。自分がですけどね。まあ、寒いと感じてる方も、暑いと感じてる方も、みんなで謎解きしようじゃないかと。謎解きって言っていいのかどうかわかんないんですけど、まあ意味がわかると怖い話というものをやってみようかなと思っております。それでは行きますよ。今トイレに隠れてるっていうのを読んでいきたいと思います。それでは行きます。今トイレに隠れてる。昨日の話なんだけどさ、学校で校内放送が流れたんだ。包丁を持った不審者が侵入して生徒を数人刺したって。通報したが現在逃げてるって。でも俺、その放送が流れた時、ちょうど用を足してる最中でさ、廊下からみんなの逃げる声とか聞こえたんだけど、トイレから出られなくてさ、でも逆に下手に今ね逃げるよりここで隠れてる方が安心かもと思って、このままトイレの個室に隠れることにしたんだ。で少し経ったんだけど、急にピタッと廊下から聞こえてた声がなくなって、代わりに一個だけ誰かがトイレの方に向かってくる足音だけ聞こえたんだよ。やべえと思ったんだけど、もう今からは出られないじゃん。そしたらそいつ、案の定トイレに入ってきて、最悪なことにトイレの個室のドアを順番に開け始めたんだよ。俺が隠れてたのは入り口から4番目の個室でさ、もう心臓が超バクバク。そいつ、2個目の個室も開けて、3個目、つまり俺が隠れてた隣の個室開けたんだよ。そしたらなんか、隣の個室からにも隠れてたやつがいたらしくてさ、鍵かかってたみたいなんだけど、力ずくでこじ開けてさ、
そしたら隣で隠れてたやつ、うわーって叫んだんだ。正直俺もつられて叫んじゃいそうになったよ。でもその後そいつすぐ、なんだ先生かって言って泣き出したんだよ。要するにトイレのドアを順番に開けてたの、学校の先生だったんだよね。なんだよふざけんなよって俺思ってさ、俺も隣のやつと一緒でさ、もうすっげー泣きそうになってたからさ、逆にすげー安心しちゃって、すぐにドア開けてその先生に言ったんだよ。焦ったよ、警察かと思った。で、さあ皆さんは今読んだ中でどういう意味か分かりましたでしょうか。カミカミでしたが、カミカミでしたがすみません。まあとりあえず解説読んでいきますか。危険人物が起こした事件で逃げ隠れしているのを襲われている、被害者だけと思ってしまいがちですが、危険人物自体も警察から逃げ隠れする必要があります。つまりこの話の語り手もトイレに隠れていましたが、それは語り手自体が学校に侵入した不審者だったからです。冒頭の校内放送でも通報したが現在逃げていると伝えています。ちなみに最後に先生と対峙し、焦ったよ警察かと思ったと言った彼は満面の笑みだったそうです。いやー人間とは怖いいやー人間とは怖い。現実は小説よりきなり。さあさあ次行きますか。誰でも簡単呪いサイト。奥さんと一緒に使っていたパソコンを見ていたらさ、ブラウザの履歴に変なサイトがあったんだよね。誰でも簡単呪いサイトっていう、なんか物騒な名前のサイトでさ、もちろん自分は見た記憶もないし、奥さんはすごい優しい子でこんなサイト見るタイプじゃなかったから、正直見なきゃよかったなと思ったんだ。だけど呪いのサイトを見たっていうことは、つまりそれほどまでに嫌な奴がいたっていうことになるじゃん。もしかしたらその人とのトラブルが原因で彼女が自殺したかもしれないと思ってさ、そのサイトを開いたんだ。でもディスプレイに現れたのはテキストボックスがただ上下に2つあるだけの画面。要するによく見るとログイン画面でさ、そのサイトにログインするためにはメールアドレスとパスワードが必要だったんだよね。メールアドレスはまあ夫婦だし知ってたから問題ないんだけど、パスワードがわからない。適当にパスワードでアルファベット入れたりしたんだけどログインできない。諦めようかなとも思ったけど、そのパスワード入力欄の横にヒントっていう文字があって、クリックしたらあなたの呪いたい人の名前ですって出てきたんだ。つまり奥さんが呪いたかった人の名前自体がパスワードなわけだよ。これはもう当てはまるまでトライするしかないなって思うじゃん。旦那なのに俺に悩みに気づくこともなく助けてあげられなかったという自責の念もあったし、で少しぼかした表現で事情を伝えて、お母さんから奥さんの携帯を借りてさ、アドレス帳に載ってる名前を片っ端から全部入力してみたんだよね。でもログインできない。まさかと思って最初除外した彼女の両親の名前も試してみた。それでもログインできない。俺の名前を入力というのも考えたんだけど、これでログインできちゃったら何か確実に一生立ち直れないなーとか思って躊躇していたら思いついたんだよね。奥さんの知人で最近何か不幸があった人の名前を聞けばいいということに。考えたくもないが、もしそんな人がいたら、その人が奥さんから呪いをかけられた可能性がある。つまりその人の名前がパスワードである可能性がある。で早速お母さんにまた電話したんだ。でも留守で、
しょうがないから一旦折り返しを待つことにしてサイトを閉じようとしたんだけど、で、俺こん時に気づいたんだよね。このテキストボックスさ、別に書いてないんだよ。パスワード入力欄って。どうしましょう。自分もわかんない。まず、どういうことだ？は？解説見る前に、まあ、自分で考えながら一応読んではいるんですけど、わかんねえ。最初の、なんだろう、トイレに隠れてるだけはわかったんですけど、これわかんねえな。どういうことだ？え？どういうことだ？よし！解説見よう。語り手は良かれと思って行動しているのですが、おっちょこちょいです。へぇ。彼が一生懸命に何度も入力していたテキストボックスは、パスワード欄ではなく、呪いたい人の名前そのものを入力するテキストボックスです。さすがは、誰でも簡単と歌っているサイトです。呪いというのは、失敗すると我が身に跳ね返ってきます。この話においても、呪いサイトを使用したであろう奥さんは結果として、家族、友人巻き込んで盛大に、呪詛回収されてしまう結果になったようです。どういうこと？名前書いたら、名前書いたら、そこからもう呪えますよってやつってこと？よし！深く考えるのやめよう。そういうことだとしておこう。ということにしておこう。うん。よし！次で最後になりますかね。パンをくわえて走ったら。朝。彼女は転校初日で、きっと遅刻するわけにはいかないと思ったんだろう。パンをくわえて走っていた。そんなこととはつゆ知らず、僕はいつもと同じように寝坊して、起こしてくれた母に、いたずらを思いつき、いつもと同じように。あ、すいません。起こしてくれた母に、悪態をつき、いつもと同じように、急いで学校へ向かった。そんな彼女と僕は、曲がり角でぶつかった。それは、僕たちにとって多分運命だったに違いない。彼女が加えていたパンが宙を舞う。その時、あの時から彼女は僕にとって、片時も忘れられない存在になったんだ。今でも目を閉じると、見開いた目で僕を見つめている。彼女の顔をはっきりと思い出す。倒れた彼女の元に、駆け寄ろうとした僕はまずシートベルトを外した。これは、わかった。これはわかりました。皆さんわかりましたでしょうか？それでは、解説読んでいきたいと思います。パンをくわえて走っている転校生の少女と曲がり角でぶつかった少年の話のように一見読めますが、実際は違います。毎朝学校に通っていても、毎朝寝坊していても、一緒に住んでいる母親に悪態をついたとしても、別に彼が学生であるとは限りません。学校に通っているのは生徒だけでなく、教師もいます。少女とぶつかった僕は、車で出勤中でした。今でも、目を閉じると見開いた瞳で、僕を見つめている彼女の顔をはっきりと思い出す。はっきりと思い出すのは、目をもう二度と閉じることができなくなった少女の死に顔です。要は、あれですよね。最後にシートベルトを外したって言って時点で、多分こいつ、会社員か誰かだったんだなっていうのは、頭の中にあって、で、なんだろう。ただの交通事故の話？ってこと？要は。わー、交通事故。怖っ。意味がわかると怖い話じゃないけど。自分が言うとね、怖い話になっちゃうから何とも言えないんだよ。意味がわかると怖い話って考えなきゃいけないから結構大変なんですけど。
まあ何せ何せ自分結構考えるのが苦手でして、苦手っていうかなんだろう、単純な今さっきみたいな感じで最後にヒントじゃないけどあるようなものはわかるんですよ。だから一番最初に話した今トイレに隠れてますも、最後にあの警察かと思ったよって言ったので、あ、こいつ生徒じゃねえじゃんってなったんですね。で、次読んだ、なんだっけか。次読んだやつが、思い出せねえ。思い出せないでごじゃる。あ、なんだっけ。オレオレ詐欺が、違う。誰でも簡単呪いサイトはわからなかった。これだけはわからなかった。留守電になったってことは、その、おばあちゃんか、お母さん、違うお母さんだったから、書き方が。義理のお母ちゃんということだったかな。で、義理のお母さんに聞いたって言って、留守電になったって言ってたから、あ、どっか出かけてるのかなくらいにしか考えてなかったけど、そうじゃなかったんですね。へぇ。で、パンを加えて走ったらっていうので、一瞬頭に浮かんだのは、あの、よく少女漫画にあるような、いけない、遅刻するって言って走っていた少女と、普通のあの男子高校生が曲がり角でパーンって、パーンではないけど、なんか、交換おかしいな。なんか、ぶつかって、あいたたたーっていう、あの、何かの始まりのやつかなと思ったんですけど、何かしら始まりもなく、ただただ終わっただけの話なんだなっていうのは分かりましたね。いやー、恐ろしい。なんだろう、脇見運転してたわけでもないのに脇見運転をしていたわけでもないんだよね、確か。うん。でもパンが宙を舞う、加えてたパンが宙を舞うっていうのは、まあ何かにぶつかった時って人だったらあまり跳ねないか？加えたパンって。そんな宙舞うほどでもないか？あれ？そうだよね。普通は宙なんて舞わないよね。はあ、ここで気づけばよかった。全然宙舞うんだ、へえってしか思ってなかったかな。いやー、難しいですね。なんだっけ、意味がわかると怖い話。いやーね、今まで3つ、3本って言っていいのか、3話じゃなくて3本か、3本読んできましたけど、皆さん全部わかりましたでしょうか。私は一つ以外は全部わかりました。最後にだけど最後にだけど、なんだろうな、こういうのってやっぱり本当に経験するのか、それとも本当に経験、ああまあ本当に経験したとしてもそれっぽく書くのか、どっちなんでしょうね。創作なのかな、やっぱり。でもさ、創作って言ったってな、学校でねよく聞く意味と、いやー意味とわかるじゃない、意味の意味がわかると怖い話って、まあまあ怖いじゃないですか。まあ多分それ思ってるのは自分だけだと思うんですけどそれ思ってるのは多分自分だけだと思うんですけど、でもやっぱ怖いわけじゃないですか。うん、そういう、なんだ、何かしらこう話しているものって、だ、友人も友人だと思うんですけどね、あの話がすごくうまい怖い話読むときがすごくうまい子で、まあいいねっていういいね、そんなね、うまく話せる人って、まあ自分が話すとどう聞こえてるかどうか分かってないんですけどね。ただ怖い話ってお化けだけじゃなく生きてる人間も怖いんだなっていうね。よし、こんな怖い話ばっかしてたらあれだ、本当に寄ってきてしまうとかなんか聞いたことあるから、ちょっと変えよう。よし、じゃあですねってなんじゃ、
どうしましょうかね。よし。じゃあ曲に行きますか。曲に行きますかって言おうとしたのにすっごい忘れてました、ごめんなさい。はい、じゃあ行きます。ミセスグリーンアップルでスピーキングです。どうぞ聴いてください。
はい、後半戦始まりました。はい、はい始まりました。後半戦でございます。さあ、メールアドレス読んでいきましょう。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。たくさんのメールをお待ちしております。ツイキャスでも放送しておりますので、ツイキャスのコメントもお待ちしております。なんで片言になったんだろうなんで片言になったんだろうか。うん、全く不思議なもんだ。よし、じゃあ、はい、すごいアニメチックなね、 BGM が流れておりますが、未来効果のね、コーナーでございます。唯一ずっと長続きしているアニメ、ゲーム、漫画の話でございます。はい、今日ですね、まあ学校の新学期が始まったっていうことで、今春のアニメを紹介していこうかなと思います。今日から始まるものを、ちょっと紹介していこうかなと思っておりますはい、それでいきます。2017年4月8日土曜日、教会の輪廻、第3期、はい、NHK E テレでやります。はい、それじゃあ次、2017年4月8日土曜日、レクリエイターズですね。はぁ、沖縄でやるかしら。あー、はい、次、2017年4月9日日曜日、あさってですね、宇宙天家族2、時同じです、ID0 かな。で、そのあさって、しあさって、うん2017年4月10日月曜日、学校の日ですね、ゼロから始める魔法の書。で、その次の日、4月11日火曜日、覆面系ノイズ、時同じです。4月11日火曜日、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか。ここまでが題名です。はい、じゃあ次、11日火曜日ですね、夏目友人帳6、第6期です。あ、1期から見てない、見なきゃ嘘です、1期は見ました、2期から見てません。どの道やないかーい。よし、見ようで、4月12日水曜日、喧嘩番長乙女、ガールなんだ、バトルズボーイズでいいのか。よし、きっと合ってるはず。4月12日水曜日、ルームモア、ワンルームサイド M かな。4月13日木曜日、スナックワールド。4月13日木曜日、冴えない彼女の育て方、フラット、第2期。4月14日金曜日、ソードオラトリア男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、ガイデン。はぁ、長いよ。よし、4月14日金曜日、新7つの滞在、アメーバ TV でもやりますね、16日に たくさんある、他にも。よし、読もう。4月15日、土曜日、100% パスカル先生&プリプリちーちゃんかな。
あ、今久しぶりに読めたぞ。よし、4月15日土曜日、トミカハイパーレスキュードライブヘッド、機動救急警察。強そう、何それ。すごい強そう。へえ、機動救急警察、どんなんだろう、かっこいいな。よし、じゃあ次読んでいきます。4月15日土曜日、アトムザビギニング、アトムの最初のやつ。まあはい、 NHK 総合でやりますよ。じゃあ次読んでいきます。4月19日、水曜日、ポンコツクエスト、魔王と派遣の、ま、魔物たちシーズン4。え、派遣、遠くから来たのかな。4月、これまた飛びますね。28日金曜日、相対世界前後編。前編ではなく前後編なんだ。へえ、自分が見てなかっただけなんですけどね。で、こっからは、一応4月なんですけど、未定のやつが2つありまして、T 先生っていうのと、森の妖精、キノコの娘？ん？娘って呼んでいいのかどうか分かんなくなっちゃった。うん、どっちだろう。まあいいや。あと、5月のものがありますね。もう5月のもの決まってるんだね。はい、じゃあ読んでいきます。5月2日火曜日、チャランポーランドの冒険。で、現場の女王と、ズンダーホライズン。で、5月の未定2つがありまして、それがラプンツェル、新しい冒険。と、D ライフでやりますね、これは。ラプンツェルってあのラプンツェルか。あと一つが、遊戯王、ヴィレンズ、第6期。やりますよ。はい、皆さん、今言った中に、気になったものはございましたでしょうか。D ライフのやつが一番気になったな、ラプンツェル。ラプンツェルって今髪切ってたっけ？ん？髪切ってたっけ？覚えてないな。てか、ラプンツェルの映画を見たこと自体結構前だから覚えてないな。どうだっけ最後。髪切ったような気がするんだよな。まあなんか、新しい冒険が始まるっぽいですね。いつから放送するんだろうな。見てみよう。今度本当に何かあったら見てみよう。あとは、トミカハイパーレスキュードライブヘッド、機動救急警察。どうしたんだろう、トミカ。そう、うちの一番下の弟も結構好きなんですよね、トミカ。結構好きで、で、なんだっけな、大きいなんか消防車みたいな、なんか持ってて、まあ、なんでしょう。最近トミカがわからない。前はなんか、ありましたよね、何かしら。なんだっけな、名前忘れちゃった。戦隊みたいなのがある、あったっけ、なんか変身ではないけど、するやつあったような気もするような気もしないような。覚えてないな。まあ、自分が今気になってるのはこれぐらいですかね。あとは、ポンコツクエスト。魔王と覇権の魔物たち。シーズン4だし。やばい、見てみたいな、これは。あと、ダンマッチは、ガイデンになるんですね。やるところがたくさんあるなぁ。ダマチ。ダンジョンに、ま、出会いを
求めるのは間違っているだろうか、だっけ。やった、当たった。ソードアトリアか。どうなんだろう。あとは、まあ、夏目友人帳も結構今続いてきてる。ま、日本語間違えた。続いてきてますよね。いやー、いいな。夏目友人帳。結構前に一回紹介して、ね、面白いですよっていう話したんですけど、自分あの後帰って見てないんですよね。実際見るのちょっと忘れちゃって。あったね。見れるものなら見たいですな。でも、ね。夏目友人帳知ってるだけで、結構、なんだろう、妖怪の名前とか、って、あるんだな、とか。この、友人帳の名前だっけ？名前集っていうか、この友人帳のさ、名前がさ、いつなくなるのか。不思議だよね、あれ。何枚あるんだろう。なんかよくよく見ると、ずっと同じ太さだから、一体あと何枚残ってるんだろうとかさ、結構気になるんですよね。あれ、見てると。あれ見てると一番気になるのは、あと何人残って、何人なのか？妖怪って何人って言っていいのかな？何人って言ってこ、今。何人残ってんのか、気になりますよね。あとは、何でしょう。教会の輪廻、第3期やるんだっていう。なんだっけな、この教会の輪廻も、1期は見たかな。1期をちょくちょく、あ、違う、1期見てなくて、2期ちょくちょく見て、で、最終回なぜか見て、あれなんか中途半端に終わったなっていう。ね。なんでしょうか。で、あとは、ああ、そう、ベルセルクも、金曜日に、昨日から、ベルセルク新作、次編次編かな。で、信長の忍び第2期、正解する角、角田ライトアンサー、あと、兄につける薬はない。どういうこった？どういうこった？で、あと、あの、ひなこノートとか、リルリルフェアリル、リルリルフェアリル、魔法の鏡っていうのも昨日から始まっておりますね。で、6日、その前の日、歌舞伎部が始まっております。パンパカパンツ、おにゅうさん、第3期。で、月が綺麗。で、クロックワークスプラネット、恋愛暴君が、木曜日から始まっておりますね。歌舞伎部見たかったなぁ。うわぁ、見たかったな、切実に見たかったな、歌舞伎部。なんか、CD 出ないかな。 CD じゃないCD じゃない CD じゃない、なんだっけ、DVD だ。あー間違えた。そう、CD が出てどうすんだ。まあ、CD も CD で、多分ドラマ CD とかもありはするけど、あるのかないのかわかんないけど、あー危ね、あー危ないよ、びっくりした今。あーびっくりした今。一番びっくりしたのは多分聞いてる方たちだと思いますけどね。あー、びっくりした。よかった、今。もう完全に、なんだっけっていう。はー。忘れるものですね。使わないと忘れるものですね。DVD って言葉、久しぶりに使った。本当に。いやー、だって今まで使ってきたのってさ、YouTube とか、動画サイト関連しか言ってなかったから、あと CD か。まあ、この、うちの演劇部、BGM とか SE 流すときに、
この使ってるのが CD なんで。そうだ、 DVD。 ああ、しかも今日の朝言ったじゃないか、 DVD 間違って DVD って言っちゃったのよ。なんで DVD って言っちゃったかなっていうのをなんか言ってたような気がするような気もしないような。まあ朝のことなんてあんま覚えてません。朝10時のことだけどね。今日、しかも今日のことだし、あーダメだ、あーいやー最近物忘れが激しいですね。ダメですね、こんなんなっちゃったら。うん、こんなんなっちゃったら、うん、絶対ダメですよ、本当に。おーやばいな、あー危ない危ない。よし、よかった、よしよし、じゃあエンディングに行きましょうか。エンディングの曲は、ヒャダインさんのやつですね。あの日の僕へ、フィート下野紘です。はあ、そう、しょっぱな言ってない。今日も一人。あれ？先週一人だったような気もするんだけど、先週あれ？あ、いや違うや、先週はあれだ、いたわ、人いたわ、一人いたわ、かなたちゃんがいたわ。あああ、え、もうこりゃ本当にやらなきゃいかないやつか。ああ、そう、ずっとさ、ずっとですよ、もうこの目の前の髪のところに前の小座校の方たち髪取ってくの忘れてて、何の話してたか見えてるんですよね。うん、一番最後に書いてあること、放送部人来るかなって書いてあるんですけど、それはうちの話ですよね、本当に。演劇部人来ないと本当やばいんですよ。ガッチめに本当にやばいんです。旧音楽室が。まあでも、三振同好会できたとて、どうなんだろう。一緒に使えって言われてもちょっと困るとこもありますしね。まあ、平和に片付けばいいかな。平和に。うん、平和に。もうねえ。もうねえ。どうなんでしょう。でもまあ、今年度は楽しいような気もするようなしないような。まあ、ね。あまりひどい目に遭わないとは思ってます。思いたいです。いや、思う。うん。そうだ、思ってればなんとかなるやつもあるしね。うん。そうだ。そうだ、なんとかきっとなるさ。うん。きっと、おそらく、多分、だんだん自信のなくなっていく言葉である。まあ。でも、ちゃんと、13日の、武将会、武登録の時に、頑張れば、一年生はきっと来てくれると信じてる。信じてる。信じとかなきゃやばい。でもね、また一年が始まりますよ。始まりましたよ。未来効果の一年も。もう、新学期でございます。うん。入社とかもね、もう終わってると思うけど、まあ入学式とかも、まあ昨日やったんでね、やっと、中学校3年生だった方々は、なんでしょう。うん、高校1年生になって初めての授業が10日。で、自分たちが久しぶりの、授業が10日。っていうことで、まあこの1年も頑張っていきたいと思います。それではまた来週、さよならー。